さあオリックスですけれども、皆さん今日の試合は見ましたでしょうか。今回はですね、今シーズン第93試合目、8月の3日、楽天との試合についてお話をしていこうかなとこういうふうに思います。早いもので今日の試合が終了した時点で残り50試合ということですけれども、田嶋投手がですね、急遽発熱で、リスキーになりました。それによってワゲスパックが先発にマウンド上がるということですけれども、楽天は田中のマー君が先発をするということで、オリックス3連勝をしたいとこういう中でしたけれども、残念ながら9対1で敗れてしまったということで、5連勝ならずとこういう展開でございました。早速ですね、スタメンから今日の試合についてお話をしていこうかなというふうに思います。まずスタメンですが、ご覧の通りということで、昨日ですね、動画の方で、紅林選手の後の、4番5番、セデーニョ、頓宮、もしくは頓宮、セデーニョ、これで行ってほしいなというふうに言ってたんですけれども、4番にセデーニョ、5番に頓宮選手が、名を連ねるということで、若月選手もですね、7番に昇格をして、1番に中川圭太選手が使われるということで、今日の布陣はむちゃくちゃいい感じなんじゃないかなと思いました。田中投手もですね、東京ドームとはいえ、かなりオリックスバカスカ打ったっていうのが今年ありますから、ぜひね、今日は打ち負かしたい、そんな展開でしたけれどもね、残念ながら、1得点、点差がここまで開いてしまうと、なかなかね、ギアが入れにくいっていうような感じでしたから、早速、1回の表から、お話を進めていこうかなというふうに思います。で、1回の表ですね、まずワンアウトから楽天の小深田選手にフォアボールを与えるということで、ね、2番バッターでしたけれども、3番、4番、5番とクリーンアップにつながるということですけれども、まずね、初回、いきなりですね、ピンチを招いてしまうということで、先頭のですね、村林選手には、高めのコースを使いながら、うまいことこう空振り三振で抑えていったんですけれども、2番からですね、捕まっていって、そして4番の浅村選手には、レフトにヒットを許して先制点を献上するということでございます。まあね、浅村選手は非常に好調ということもあってですね、これまで3連戦、ホームランこそ浅村選手に打たれてはいなかったんですけれども、先制点を今日は打たれてしまったということで、しかも5番の岡島選手にも続いて犠牲フライを打たれてしまって2点目を献上するということで、幸先がね、非常に悪くなりましたけれども、そんな中でオリックス1回の裏、攻撃をしていくということで、先頭の中川圭太選手ですね、ライトにツーベースを打ちます。いきなりノーアウト2塁ということだったんですが、義母選手がですね、センター前に打って一塁三塁といきなり、チャンスを広げるということで、今日はね、ちょっと乱打戦なんじゃないかっていう風、感じに見れましたけども、4番のね、セデーニョがいきなり犠牲フライで、1点を返すということで、これね、取られてからすぐ取り返すっていうのはすごくいい流れだったので、オリックスなんとかですね、幸先よく同点まで行きたいなっていうような展開でしたけれども、この回はね、1点で、終了してしまうということでございます。そして、2回の裏ですね、オリックス2アウトから野口選手がセンターにヒットを打つんですが、無得点ということで、昨日一昨日とですね、2アウトからこう得点を奪うというような展開が続いていたので、2アウトからね、ガンガンヒットを打って、今日も得点なるかっていうような感じでしたけども、2回の裏は残念ながら、追加点、同点逆転にはならずというような感じでございました。そして3回の表ですね、先頭の村林選手にセンター前、そして4番の浅村選手にはフォアボール、5番の岡島選手にはショートの内野安打ということで、満塁になってしまいます。そこで鈴木大地選手にですね、センター前を許して4失点目ということでね、これが2点タイムリーになりましたから、4対1という風になるんですね。ここまでであればなんとか3点差ですから、オリックス昨日おとと、ここ最近のね、4連勝中の流れを見ていくと、3点差なんてもへでもないというような感じだったと思うので、まだまだちょっと耐えてくれ、ワゲスパックっていうような感じでしたけどもね。そんな中で3回の裏に話が続いていきます。2回の裏同様に、2アウトから紅林選手がセンターにヒットを打つんですが、残念ながらね、無得点ということで、4番5番、なかなかこう繋がらずっていうような感じでしたけれども、4回の表にね、3回を投げ切った状態で、ワゲスパックが降板ということで、3回4失点74球というね、頭数もすごく重ねましたし、失点以上にちょっと今日はね、3回が限界かっていうような感じだったので、なんとかですね、4回あるいは5回いけたらなっていうような感じでしたけど、これまでこう2軍で調整をしている中で、今日はね、もともとワゲスパック先発予定ではなかったですから、この辺ね、ちょっと緊急登板っていうのもあって、難しかったのかなっていうふうに思うんですけど、実績の豊富の選手ですから、ここなんとかね、4回5回まで投げてくれたら非常に良かったのになというような感じでしたけれども、3回を投げ切った状態で、降板という感じになっております。フォアボールが2つ、奪三振が4ということでね、70球を超えてしまうとちょっと厳しかったのかなというような感じですよね。そして2番手に上がったのが小木田投手ということで、なんとなくね、今日はブルペンデーというか、田嶋投手が緊急回避っていう風になれば、
小北投手に始まって吉田亮投手だったりとかですね、この辺りを投げていくというのが、まあ、なんとなく想像がついたかなというふうに思うんですが、2番手に小北投手が、まあ、マウンドに上がったという感じでございます。4回ね、三者凡退で、しっかりと切り抜けたんですが、5回の表ですね、3番の小郷選手にライトにソロホームランを許してしまうということで、ここで5失点目でございます。まあね、毎回言ってますけど、ソロホームランに関しては、まあ、事故みたいなものなので、ここまではね、なんとかこう、耐えていきたい、そんな感じでしたけれども、5回の裏ですね、オリックス、なんとか2点目を取りたいという中でしたけど、2アウトから中川圭太選手がフォアボールで出塁するんですが、残念ながら無得点ということで、なかなかね、2アウトからランナー出るんですが、これまでの4連勝中の勢いとはちょっと違う形で、なかなか追加点、同点ならずというような展開が続いていきます。6回の表ですね、先頭の鈴木選手に小北投手がフォアボールを出してしまうということで、しかもフランコ選手にはレフトにツーベース、住谷選手のライト前で6失点目、そして村林選手のレフトにスリーランで9失点目ということで、ここがね、もうかなり痛かったですね。まあ、正直住谷選手の6点目でちょっともう瀕死状態というか、今日に関してはちょっと厳しいのかなっていうムードが漂う中で、村林選手のもうスリーランで正直勝負あるといったような感じでございました。その裏ね、6回の裏、先頭の紅林選手がセンター前で出塁するんですが、セテリングがねゲッツーで、無得点ということで、今度はですねノーアウトで先頭のバッターがヒットだに出塁するんですが、次のバッターがね、ゲッツーという形でね、なかなかチャンスを作れずっていうような展開が続いていきます。7回の表、3番手にノブが登板をします。まあ、ワンアウトからですね、岡島選手にセンター前を許すんですが、なんとか無失点で切り抜けます。7回の裏、先頭の宗選手がですね、フォアボールで出塁するんですが、若月選手がね、まあ、ゲッツーということで、ここも6回の裏同様ですね。そして8回の表、4番手に吉田亮投手がマウンドに上がるということなんですが、2アウトからですね、連打を浴びるんですが、なんとか無失点で切り抜けます。8回の裏、茶野選手にですね、代打、平野大和選手が登場するんですが、残念ながら三振。9回の裏、セデーニョがセンターにヒットを打つんですが、後続が続かず、無得点ということで、今日の試合は1対9。オリックス、残念ながら1得点で、敗れてしまったという展開でございました。まあ、今日はですね、やっぱり田中投手がですね、どう見ても調子が良さそうに見えなかったので、なんとかですね、緊急登板、ワゲスパック、セーフティー範囲ですか、3失点ぐらいでちょっとなんとか収めてくれたら、オリックス逆転の見込みはあるなっていうような展開でしたけれども、ワゲスパックはもちろんですね、その後の小木投手だったりとか、まあ、なかなかね、リリーバーがちょっと厳しいっていうような感じだったので、今日はね、すごくちょっともったいなかったなっていうような感じでした。決してね、田島投手がこう投げれないからといって、負け確定かっていうとそうでもなかったので、まあ、なんとかですね、投手が耐えて、いけば、いけるんじゃないかっていうような展開だった時にね、まあ、非常に惜しかったですけれども、まあ、ロッテもね、残念ながら勝ってしまったということなので、昨日開いた5がまた4ゲームに縮まってしまったというような感じになっております。ということで、今回のテーマですね、今シーズン第93試合目、先ほどまで行われていた楽天との試合についてお話をしてみました。ぜひですね、皆さん今日の試合について何か思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思うんですが、まあ、今日の試合をきっかけにですね、投手運用ちょっと整備してもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。というのも、ワゲスパックですか、この辺に関してはちょっとですね、もう2軍で下ろしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ワゲスパック1軍でも先発というよりかは、もう本当にですね、今日のノブとか小北投手とか同じですね、もうロング要因というか、そういう立ち位置であれば1軍台頭もいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、比嘉さんとかもどうしてもこう頑張っても1イニング、基本やっぱ火消しってことは、ちょっとね、コスパが悪すぎるっていうのもあってですね、ここコットンとか入れて、勝ってる展開とかであれば勝ちパターンとか、あるいは僅差でね負けてる展開でもノブとか、小北投手とかを使っていけばいけるのかなっていうふうに思ったので、まあ、今日の吉田亮投手ですね、この投球を見て今日のような立ち位置で使えるのであれば一軍台頭もいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、それが難しければね、そこにワゲスパックとか下にいる漆原投手とか、ワゲスパックが今日先発した分ね、まあ、田島投手だったりとか、まあ、発熱がねちょっとどれぐらい響くかわからないんですけど、代わりにね曽谷投手とか村西投手とかいると思うので、この辺投手運用の整備っていうのは全然できる余地があるんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、最後ねご紹介をさせていただきました。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタンお忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。